こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。ムンジェイン大統領の唯一の取り柄ともいえる韓国国内の支持率ですが、どうやら様子がおかしいようです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。ムンジェイン大統領の国政支持率が 40% 台前半に落ちて就任後最低値を記録した世論調査の結果が19日に発表された。リアルメーターが TBS の依頼で今月16から18日全国19歳以上の有権者2007人を対象に調査、 95% 信頼水準に標本誤差プラスマイナス 2.2% ポイントした結果、ムン大統領の国政遂行支持率肯定評価は先週比 3.4% ポイント下がって 43.8%、 非常によくやっている 26.2%、 よくやっている方 17.6% と集計された。これはリアルメーターの調査基準で、ムン大統領就任後の最低値だ。これまでの国政遂行支持率の最低値は、半年前の3月2週目の 44.9% だった。国政遂行の否定的な評価は、3.0% ポイント上がって 53.0%、非常に間違っている 41.1%、間違っている方 11.9%、就任後の最高値を更新した。肯定評価と否定評価の格差が誤差範囲外の 9.2% ポイントと広がった。わからない、無回答は 0.4% ポイント増えて 3.2% となった。ムン大統領の国政支持率の下落についてリアルメーターは、チョグク法務部長官の家族に関する具体的な検察捜査の内容がマスコミ報道を通じて持続的に拡散したことによるものだと分析した。またチョグク長官任命に対しては、否定的な世論が肯定的な世論を上回っていることが調査の結果分かった。リアルメーターが今月18日全国19歳以上の成人504人を対象に調査、 95% 信頼水準で標本誤差プラスマイナス 4.4% ポイントした結果、助長官の任命が間違った決定という回答は 55.5% で、よくやった決定という回答 35.3% より多かった。わからない、無回答は 9.2% だった。しかし、韓国党のファン・ギョアン代表をはじめとするリレー提発、韓国党と正しい未来党の国勢調査急所の提出など、保守野党のチョグク退陣闘争をめぐり反対世論が賛成世論より高かった。リアルメーターがオーマイニュースの依頼で今月18日調査した結果、反対の回答は 52.4%、 非常に反対 38.6%、 反対する方 13.8% だった。賛成の回答は42.1%、 非常に賛成 24.5%、 賛成する方 17.6% と調査された。わからない、無回答は 5.5% だった。それでは韓国国民の反応です。 43% とか言うのな。捏造メーターもとっちめなければならない。捏造メーターは全員を拷問してでも調査しなければならない。ムンジェイン信者は答えもなく薬もない。どうでしたか？未だ 43% も支持率があるんですね。韓国国民がよっぽどあれなのか、調査会社が捏造しているのか、真相は不明ですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。